第二基地で遊んでます。今日は第二基地に飾ってある二戸地域ゆかりの人を紹介します。まずはミスタータイガース、阪神の名内野手白坂長英さんです。昭和15年3月に母校を卒業しました。中学校時代のサイン、今の17歳がこんな字を書けるでしょうか。素晴らしいです。はい、続きまして同級生の掛畑光則です。高校時代はショートだったんですが、いつの間にかピッチャーで活躍しました。今でも横浜に行くと人気者です。以前彼の同級生ということで居酒屋でごちそうになったこともあります。今でもベイスターズ球団に残って活躍しているはずです。はい、続きまして漫画家の馬場昇さんです。昭和20年3月に母校を卒業しました。当時の何でしょう、応援歌練習かなんかの風景を描いた漫画です。馬場さんとは生涯2度お会いしてます。いや、貴重な体験でした。あ、続いて福田茂雄さんの作品です。昭和23年3月に母校卒業ですか。100周年記念でお会いしたことがあります。本当はもっと活躍してほしい方でした。たまたまリサイクルショップでこの作品を手に入れました。よかったです。ま、続いて上法寺高校卒の土地の花です。次の春日の部屋を継ぐ人材かと思います。皆さんで春日の部屋を応援しましょう。なぜかこういうものもあります。遊びに来てください。